一級土木の施工管理技師のですね、第一次検定の第一分野ということで、土木一般、ね、これについてですね、どのように学んでいくかということをですね、ターゲットの見つけ方、これをですね、ここでしっかりと整理していきたいと思います。まあ、例えばですね、まあ、こういった第一分野の問題で、まあ、一番の問題ね、ここではですね、土質試験ということが出てくる。じゃあこの問題をこのテキストをどう学習するかというと、よく見てください。例えばポータブル高温貫入試験というのはどっかないかなと見るんだよ、まずね。そうするとここに出てくる、ポータブル高温貫入試験ね、これらが仲間です。これとこれは仲間だなと、こういう感じで言ってくださいね、仲間だなと、こいつはね。それからですね、あと流動試験というのはね、流動試験、流動という問題、まあ、こういうね、化石曲線とかで、ここないかなって見ていくと、同じようにここに流形とか流動曲線とかこう出てくるね、こういうの出てくる。そうするとこいつらは仲間だなと、こうくると、こうなると。で、あとのと残り見てみると、含水比試験だとスウェーデン式サウンディングとか粘土地盤だとか、土の組成指数とかって、それで違うものが入ってる。そうするとこういうのを柱というんですね、こういうやつを、これは定番で出てくる柱、何年かに1回出てくると柱と、これね、これも柱だね、柱と、これとこれらは柱の仲間と。そうするとこれ見てみて、1年おきに柱が出てきた間に違うものがこうサンドイッチになってるね。こういうものの見方をしたら、何を合格のターゲットに学んだらいいか。まずはこれ柱なんだから、これは理解しなきゃね。だからポータブルコーン貫入試験、トラフカビリティを求めますよと、これいる。こっちも同じだ。トラフカビリティを求めるためにはポータブルコーン貫入試験やってる。このつながりが理解できたら、この柱は理解できると、こういうわけだね。それからあとは流動試験のところでは何かというと、こういう曲線を書いて建設の資材の適性、盛り土材料の適性を見つけますよと。でこっちを見てみると、なだらかな土は流形の範囲が広く、締め固め特性が良い。要するに材料を判定するということが分かればいいと、こういうことが一番の問題の柱になっていると、試験問題ね。ということで、まずこういう知識をまずしっかりと知識、じゃあ今度試験問題で、じゃあ今年何が出るのって、それ一番ポイントだな。そうすると今年は柱が2年度に出たわけだから、 R3 年度ね、 R3 年度についてはですね、この感覚が出てくる。ということは次はどうしたらいいかというと、この感覚を学ばなきゃいけない。試験ターゲットとしてはこういうところがターゲットになってくるだというものを考え方をする。そうするとですね、ここに出てきての感覚だけ見ると、ここでは含水比の試験の問題ね、含水試験の問題、これスウェーデン式サウンディングの問題ね、それこそは粘土の問題、こういうようなのバラバラのものが出てきてる。そうするとまずはどうするかというと、このところからですね、まあこういうような側近の、まあ、これはやらなきゃいけないだろうね、いうことです。それからあと残りどっちへ行くかだよね、これね、どっちへ向かっていくか、だこれと、それからこの辺のところはですね、27年度のこの辺り、側近のね、次出てくる、次の順番として上がってくるのは候補としてこれとこれだろうと。そうするとスウェーデン式このサウンディング試験だとかね、こういった粘土の、これは何かというと圧密試験という試験です。試験で、これ試験ですから問題ね。だから圧密試験というのがこれが重要な鍵になってくるね。まあ、こんな風な見方をしていくと、今年のターゲットはスウェーデン式と圧密試験というものがこのね、粘土の地盤の問題になってくるとね、いうことになってくるわけですから、学習するのはじゃあテキストがあって、テキストはどう、29年度これ読まなきゃ。だからテキストを開いて、29年度の1番はここはしっかり文章を読んでくださいよとね。そして27年度のテキスト行って、テキスト詳しく書いてあるから、その27年のところ行って、そしてそこのところにここの圧密試験の内容を学習して、ここがだから、こあのテキストを実際に学ぶとこはこうですよとね、で出そうなとこはこれで、基本的に学んでおかなきゃいけないのはポータブルコーンはトラフカビリティ、それから流動試験は建設機械の適性を調べる、こういう学び方をすれば、この1番では何を学ぶのかというと、学習するのはここだよ、これは覚えるだけだ、ここのだから柱は覚える、もう覚えるしかない、もう端的に出てるから覚えればいい。でこれはだから少し手書きをしてください、
書けば必ず覚えるから、ポイントとしてね。だからこういうふうな柱は一回書いてみる、自分で。ポータブルコーン貫入試験は、貫入抵抗とトライフがいいと求めると書いてみるということが非常に重要なポイント。これは学び方。ね、こういう学び方をすれば、何を学んで何のために勉強するかって言ったら、本読んでる、バラバラで勉強できませんよ。だってあれ 700ページもあるんだよ。何を勉強するかとか、そういう見方をすれば学ぶところなんてごくわずかなんだよ。それだからそうやってポイントを見つけていくことが大事ですよ。ということで、ここのところをちょっと見ていこうね。じゃあそのためにグラフがちゃんとあるんだよ、この ところでな、例えば試験の名前ね、圧密試験とかな、これ、それからさっき言ったポータブル交換試験、これだな。でそれから今年これが出そうなところ、スウェーデンサン試験校もあるでしょ。まあそういったようなですね、それからあの流動試験あったね、ここ流動試験、これあるでしょ。全部これまとめたんだよ。だから今年はだからここを勉強しなきゃいけない、これを覚えなきゃいけない、枝がここになってくる、スウェーデン産地はこれだよと、こういうふうなことを覚えれば、学習するのはここなんだな。で覚えるのはさっき言ったようにポータブルコーン貫入試験と、それからもう一つは、ポータブルコーン貫入試験と、それからこれだね、この流動試験、ね、建設材料を求める、まあ、この言葉だけ覚えればいいんだって。実際に学習してテキストが返ってくるのはここのところの圧密試験で何だったかとかね、だから静電試験とか何を求めたらいいか、書いてあるの求めることだって。静的根幹、これを求める、これを学べばいいわけだよね。これ腹の底から分かればいいわけだ、これはね。ということで学習するのはこうですよということで、まあ、それでちょっと流動試験見ておこう。で流動試験何やってるかというと、流動の分布だから、これはね、流動分布が広いってのずーっとこれは良い土、良い土、こうやって範囲の狭いやつね、これはもうほら軟弱地盤、こっちはだから何悪い土ね、弱い土、まあ、悪いじゃないから弱い土だな、こっちは弱い土、こっちはだから良い土、まあ、こういうふうにですね、あのもう分布から見てもすぐ分かるんだ、これは軟弱地盤だ、こっちはな、こっちは良い土、流動分布の広い、流動分布は小さいとはダメなんだね。こういうふうなものの考え方を、それとちょっと時間かけましたけど、というとこういう問題のことを、柱が2本ある問題を問題の A というふうに言うんだ。 A、 これはだから必ず点取らなきゃいけないと、こういうことです。そういうふうに仕組まれているというわけだな。じゃあ次行きましょう。はい、次2番目はですね、じゃあ今度は盛り土の施工とね、ということです。でこれ見てみるとですね、ここで出てるのは、あのまず情報化施工とかさ、ね、これ試験施工とかさ、ね、横断勾配とかさ、ね、それからこうやって振動ローラーとかさ、ね、ここはあの基礎地盤だとかさ、ね、橋台構造物、ね、これ出てる。で砂とか最大上、これほとんど等しいもないでしょ。だけど一個だけある、ほら、これは構造物の裏込みだとか、構造物の裏込み、ほら、ここは柱なの、これ1本しかない柱がな、これはだからこれとこれが柱なの、だからこの3番の構造ではここが柱なんだよ。これ必ずこれは学ばなきゃいけないことからは、この27年の結果、要するに構造物の裏込みには、地震に強い素粒土でなきゃいけないとか、裏側に圧縮性が小さい材料でなきゃいけない、この2つは覚えなきゃいけない、これ柱だから覚える、これをここで覚えればいいだけ。果たしてこれ、ほら、これは柱はまあいいにしてもさ、ね、残りみんな違うんだ、これ。こういう時どうするか、これが一番難しい。こういった柱一本の問題を B 問題というわけだ。ね、でこの時どうやって勉強するんだ、ここがポイントだな。でこれ見つけてるからだよ、我々勉強するときに。そうしないとどこのページ見たらいいか分かんない。そうするとこういう時はね、まずはバラバラに出た時は必ず出てくるんだ、これで分かるでしょ。ここで構造構造って続けてくるでしょ。で新しい問題のところは必ず、柱一本のところは必ず最新の問題、去年の問題やんなさいとね、最新問題なんだ。だからここが、この続きのここのテキストをしっかり読むということが、ここが柱になる。こういう時は一本の柱でなったという、ここをまずテキストを開くのはここ、これをしっかりやらなくちゃいけない。でまあこのところは少しね勉強しながら、この数値のあるところはあと覚えるね、あもうあとはほっとく。だからこう来た時は、柱が一本の時はまず一番最初の
こういう B 問題はこれの問題を最近の問題をしっかりやっていくと、最近の B 問題最新の問題をやると、柱一本的でね、まあ、そういうようなものの考え方、それから数値は覚える、数値は出てきた数値は覚える、例えば盛り土地盤の4から5パーセント、これ数値は覚える、いいですか。 B 問題のパターンは柱1本、1本の時にはですね、最新の問題やれと、最新の問題はテキスト開いてやらないと、テキスト開くのここだけだからな、というふうにやり方は、まあ、これを覚えなきゃいけないですよ、ここはね、というで、ここの残りは数値だって何が出るか分かんないんだから、余計なもん勉強したってしょうがないわけだから、だから数値は出るの分かってるからね、いずれ。ということでちょっとテキスト、このじゃあそのサポーターはどう見てみよう、例えばこれはさっき言った情報化施工とか出てきてるのはこういうこと、最新の新しいテクニックだから、こういうところはこういう指図絵で図で書いてあるな、だから GNS、GNS を使ってね、まあ、昔の GPS だな、そういうのを使って、要するに何をやるかというと締め固め回数をね、敷き鳴らしやすさ、これを管理していこうと、まあ、これをあのこういうのは広報規定って言うんですけど、まあ、こういうようなことをテキスト書いてあるから、必ずだから帰ってこの年度のところに帰って読んでみてくださいね、いいですか。それから先ほどの4から 5% ここからね、4から5と言ってますけどね、ここだ、ここの勾配だ、ここの勾配、雨降った時に浸透するとやわらかくなるから、ここの 5% ぐらいは勾配つけてくださいよと、ここね、で雨は流してくださいと、ここに浸透させないでと、まあこういうことです。まあ、こういうところはまあ数値としてちゃんと必要なところ書いてあるので、だから読むところはここに、このテキストのところに書いてあるわけだな。ということでポイントをしっかりまとめましょう。それから続いて今度は軟着地盤だな、軟着地盤、軟着地盤のこれ見てみると、ほら、サンドコンパクションパイル、こう、サンドコンパクション、これ柱だなってすぐ分かるな、じゃあこれは柱だと、こういうな、そしてあとはこの深層工法だな、深層工法、ここも深層工法、あ、こいつら仲間だなと、ね、こいつ仲間だと、ほら、これも同じやん、ほら、パターン見たら、あ、今年はこれ、こう、こう出てくる、あ、これ柱2本あるから A 問題だと、こうなるわけだな、でしょ。で、この中からどれを学ぶかって、もうここはもう出たから、ここ出てるから、次はまあこれかこれだから、学ぶべきはこれか、バイブルフロテーションね、まあこういうことなんですね。あるいはこっち側が、これよく似てるので、多分こっちが来るだろうと、ちょっとバイブルフロテーションがサンドコンパクションパールと同じ候補なんだよ、ちょっと、締め方が違うだけで、ね、こっち側は叩いて入れるので、こっちは振動させて入れるわけだ、こういうところ近いので、まあこれはないだろう、こっちの方が可能性があると、まあちょっと、その辺のところは勉強しながらね、このだって選ぶとこ、これがこれかこれがここなんだから、どこを選ぶかって、これはまあ出ないだろうと、今日に出たからな、残ってるのは3つだよね、まあ一番基本的にはだから、この一番近いこれとこれを選ぶのは基本で、だけどもうちょっとここまであるので、これちょっと調べてみて、まあ、私が長らくやってるからは大体わかるんだけど、まあこういったようなこれとこっち側の方が出そうだなということで、柱として今年はこれとこれを選んでくださいね。ということで、テキストを読むのは29年度のと25年度をしっかり読みなさいと。で、ここは覚えなさいと、しっかり学習しなさいと。そして覚えることは今度いいんだよ。覚える内容を書いたんだから。これは覚える内容を全部ここに書いたんだから、きちっと。ね、だから補強と盛り土行動は付録を残さず平坦にするという、これが資源出るよと言って、集中を防ぐためにこうしますよと。覚えることをこう書いたんだから、覚えなきゃいけないこと。だから、ここに書いてあることはみんな覚えなきゃいけないことなんです。だから何をどこを覚えるの、ターゲットをどこがターゲットなのということだな。言うと分かったでしょ。だからこれは柱はないことになってるの、柱はないので、間をやるとなると、ここ、これとこれとこれとこれやるんだ。で、一番近いとこ2つやりましょう。だけどよく3つ、この残りのやつをよく比較して、まあ、やって比べてくださいと。まあ、こういう感じで出てくると。こうやってね。まあ、そういう選び方についてやっていけば、大体分かるということです。ちなみにこうサンドコンパクションパイルっていうのは、要するに砂を、柔らかい砂のところにですね、砂を打ち込んで叩いて、コンパクションを叩くの、叩いて入れていくのが、で、杭を作っていく、砂杭を作っていきます。で、こちらが深層混合、深層混合工法っていうのは、セメントとか柔らかい地盤に、セメントとか砂を入れてからかき混ぜて、で、固結してもらう。ね、これは固結工法。固結。固結工法とね。いうわけで固めてしまう、そういう工法ですよと、まあ、それ以外の工法として、だから途中にパラパラパラと違う工法が出てきてると、こういうわけで、ね、で学ぶべき問題はその空間のこれとこれをやるんだけど、まあ、これとこれ3つのどれか2つを学ぶと。3つもねターゲットやったらね、それターゲットでなくなっちゃうんだよ、何を覚えていいか分かんないから、だからターゲットは2つぐらいにした方がいいね、ということで
もうこっち諦めて、例えばこれとこれする。自分でだから様子を見ながら自分の能力を信じてやっていくわけですね。どう何を学ぶかって、これを決めるのがね、実は大変なことですね。覚えることはみんなこう書いてるんだから、ね、結局覚えるのはこんだけでいいんだけど、どこを覚えるかというところがこんな問題、それがここのターゲットということですね。で次行きましょう。まあ、これまとめですね。だから先ほど言ったサンドマットってのはこれとかね、モールドとかそういうことね、なんとこれサンドマット工法とか、まあ、いろんな書いてあるの。ほらバイブル法でここにでもこういうそういう要素はみんな掲げてあるから、ほらね、心臓混合処理工法とかサンドコンパクションファイル工法とかね、というところは出ておりますので、このあたりはこれは結果としてこれは覚えとかないで、ここのところね、これは覚えなきゃいけない。もうすでにほら柱だから、柱はやっぱ覚えないとこれは具合を続けて出るわけがあるからね、柱は覚えて、そしてじゃあ今年のターゲットは何かと、こういう感じになってくるわけね。はい、それでは次行きましょう。でこれはですね、要するに深層混合ね処理工法の時、要するにこう入れてセメントと石灰剤入れてガーッと固めて引き抜くと、でここに大きな固結固化剤入れて固結させる、地盤を固めると、まあ、そういう手順でやります。これ図面が書いてあるんですね、見ながら学習してくださいね。じゃあ続いてですね、今度はですね、コンクリート工ね、土工があったコンクリート、でこれ見るとですね、これはほらいきなりも柱が出てきて、裏足裏足ね、でこれずっと見てみると、それ以外ずっと下へずっと見ていくと、これはまあ分かったとね、あこれ柱になってんだと、で出てみるとこれ膨張材だとかね、から高炉スラグだとか、それから材料の抵抗分だとかワーカビリティだとかね、それから水セメント比だとか、採骨材だとか当該性とか、なんか全部このほら違うじゃないですかね、柱が1本だよこれ、なんか B 問題だとね、こうなる。まあこの柱はこれ続けて出てるから、まあこれ3年も続けて出ることないので、まあこの中この下の方から、どうやって選んでくるかということが次に問題になってる。そうすると B 問題のところはですね、ここほら最新問題と外れてるわな、だからこれは基本に変えてここを読む、それというかここを読むね。B 問題で新問題じゃないような、ここ2つ柱出てるから、これ以外が出てくるから、このここを読んでコンクリートの配合の基本に立ち返ってそれを考えてる。コンクリートの配合って何かというと、セメントとか水とか、要するにこういったような混合材料を混ぜて、そしてコンクリートを作っていく割合を決める、これね、これがコンクリートの配合なので、そうすると一番ポイントといって施工で大事なのはこの材料分離、材料がね分離します、セメントとモルタルが分離するということとか、ワーカビリティね、施工性がいいかどうかと、それから対当該性、まあ、こういうところは採骨材料とか、まあ、こういうこれの何かやんなきゃいけない。もうこうなるとさ、どれだっていうこと決められないんでしょ、決められない。そうすると配合設計に最も基本に必要なものは何かということで、まあ、選んでいくということが重要なことになってくるよね。そうすると例えばここであるどっちにしてもこれ見なほら、フライヤー紙とか膨張材とかこうね、いろんな入れる今後は材料を言ってるんだね。そしたら材料のことを言ってるので、減衰剤だとかね、そういうところが今度問題になってくるということが分かる。要するに貫中とか初中のコンクリートは必ず栄養剤入れなきゃいけない。だからそうするとこれ栄養剤って非常に重要な、ここの並びでいうと非常に重要な要素であるということで、まあ、これは一番のターゲットにこうなっていく。あとはね、分かりません。この辺のところは材料分離来るのか、採骨材来るのか、この辺は骨材の方を言うのか、ね、その辺のところはもう分からないので、適宜自分で勉強したらいいと思います。ただ私が思うのは、これが経験からいけば、これとこのいずれかが出るでしょうということでね。それから勉強するのは、テキストを開くのは、だからこれとこれ、ね、覚えるのはこれと。こういうことになってるんですね。まあ、こんなような選び方でやっていく。B 問題で。だから B 問題っていうのは多分難しいですね。で、ここに書いてあるように、まあ、書いてあるフライヤー紙とかね、それの書いてある A 減衰だとか、ただ今年はこれじゃないかというわけで、結局は。な、この辺をしっかりと整理しておきましょうと。ワーカビリティの改善とかね、対等外性とかでした、この言葉が一番入ってるのはここですよということで、まあ大体分かる。テキストに書いてあるわけだから、ポイントとね。で、配合設計って何かっていうと、要するに、粗骨材だな、
砂利を入れて砂を入れてそしてセメントを入れて、ね、水を入れると、ね、水を入れると、まあ、これをこう混ぜて1立方メートルあたりの量をそれぞれ単位セメント量1立方メートルのコンクリートを作るのに必要な粗骨材の量を単位粗骨材料、ね、1立方メートルのコンクリートを作るのに入れる水の量を単位水量と言ってるでこれには上限があるよと175とかねそれからセメントはこれ以上あの加減少なくとも 270kg 入れて水はこれは上限で水が多かったらコンクリート弱くなるから上限でセメント量は少なかったら固まらないからだから最低270入れてください、まあ、こういう加減とか上限とかこういう知識をね、こういう図を見てちゃんと知識を得てくださいねということです。じゃあ次行きましょう。じゃあ次はですねコンクリートのですね打設というところに行きます。そうするとここではですね、まあ、ポイントで見ていくとまあ、そう同じようにずっとこう自分で柱を立ててですねやっていくんですこれがね C 問題といって、ね、これは大体試験の全体の問題の大体 1% か 2% ぐらいこういう難しいものこれ見たら分かるとどれ一つ言葉が重なってねどこにも同じ言葉が一切ないそういう問題 C 問題といってこれはまあできなくてもいい問題捨ててもいい問題そういうように考えても大丈夫です。これは本当に少ないパーセントで出てきます。まあ、そういう時は、まあ、どういうふうに選ぶかというと、まあ、自分で全体的に見てこうコンクリートの施工をやってるからね、もうバラバラでなんだよ。だからこういうのを体系的に理解してないと点が取れないという問題です。体系問題。体系的に全体を理解してないとダメですよ。何が出るか分かんない。という問題、これ体系、だからコンクリートの打設、こういうふうに問題を柱のところ一つもないような問題は、コンクリートの打設っていうのは1から10まである程度整理しておくね。これテキストの、こういう時はテキストの中の、要するに、基本問題ずっと書いた重要項目集、重要項目集、C 問題は重要項目集の項目集を見ると全部まとめてあります。ですからこういう C も自分で C だなと思ったらそのこういう時には重要項目集って何で書いてあるかというと重要項目集は体系的に全部書いてあるでそれは C と出た時には重要項目集を見なきゃいけないよということです。だから C の問題だから全体の 5% ぐらいしかないからね。だからそれはちゃんと重要項目集こういうどれも選びようがないような時は重要項目集をこのテキストを読んでよねっていうのがこのシステムだ。だからまずこういう分析をしっかりやってどこを読めばいいかというとコンクリートの打設のとこだけを読むわけ重要項目まとまってもだから要するにバイブレーターの間隔は50センチごとに入れますよとかさ1箇所によって5秒から15秒固めますよとか2層を打つときは10センチ下へ下層へ打ち込んでねとかでこれみんなそういうことで針と柱を打ち付くところはね 1,2 時間待ってから打ってくださいよとかさそういうの全部セットで書いてあるからこういうとこみんなこう図解して書いてあるからそういうところは重要項目集の C としてやれば学習すればまとまってバンと入ってくる。それとこういう問題自分の得意になっちゃう。ここを点取るのは OK ですよ。みんな取れない人が取れるんだから。ね。ということで C 問題は重要項目集を一つもないときは重要項目集のここを読んで、ね。この試験問題のコンクリートの打設についてとか、打設のところをまとめて重要項目集をくればみんなまとめて書いてあるから、みんなこう書いてある。ね。バイブレーターは鉛直方向にゆっくり差し込んでゆっくり引いてください。書いてあるんです、これもね。それから、コンクリートの打設面に溜まった水は耐水だな。ブリージングで溜まった水はスポンジやひしゃくで持って、のけてからコンクリートを除去してから打ちなさいよ。これも書いてあります。ね。それから、二層じゃ、ね。要するに二層を分けてる。そしたら、その時は上下層が一体となるようにどうするかというと書いてある。要するに10センチだけ振動棒を下層に挿入したらいいですよ。これも書いてあります。ね。それから、木造のスランプは時間の経過とともにこれ夏なんか水水分蒸発するから低下するとねこれも当然だからということはこれスランプが10センチで現場10センチだったらデミコンの発注はですねだいたい12センチとかそれぐらいしとかないと下ろすと荷下ろしする時のスランプって言ったからねじゃあ現場の発注する時はそのスランプを余計めに頼んどかないと時間経ったらスランプ下がるから低下を考慮しなきゃいけないこれを書いてる。ね、だからスラブと、ね、柱と
要するに横台と縦台を打ち継ぐときは1、2時間待ってよと、1台1、2時間待ってよと、ここ書いてないんだけども、結構の重要項目書でみんな書いてある、ここやな。だから初中コンクリートだったら遅延剤、貫中コンクリートだったら促進剤入れてくださいと、この台書いてある、書いてあるんですよね。だから水密性が必要な構造物はポーラス、ポーラスってのはこれ巣だらけのって意味だ、ザーッと水が漏れちゃうと、ポーラスコンクリートを用いてはならない、ただ水密性がいるんだからな、ということで。それからシリカフリウム、これも材料だな、そういったような材料強度を増すためにいるけども、これ単位水量ね、細かいのでフリウムってのはね、小さいので水をたくさん必要、単位水量が多いということはコンクリートは弱くなるということだな。だから強度は高くなるけども水密性が得られないと、まあ、逆にそういういろんな問題が出てくるわけね。だからひび割れが増えてくるんだな、まあ、そういうところがいろいろ出てくる。こういうところまとめて書いたので、ということで C 問題は重要項目集を見なさい。どこを読むのかというと、こうコンクリートの打設についての重要項目集を必ず探してあげてれば、こういう問題は解決できます。何が出ますかってわからないんだよ、誰にも。だってね、だって連続するものも何もないわけだから、体系のどれかが出てるということだ、この中のね、まあ、そういうより C の問題はごくわずかですけども、こういうのが出てくる、これ注意しようね。でここのところはさっき言ったね、あのつなぎ目っていうのはここだな、柱とそれから針だな、あるいはスラブだな、こうつなぎ目はここを打つときはここまで打ったら1、2時間待ってよと、それから打ち継ぎなさいというのがだから注意事項だな、まあ、こういう問題がある。それからブリージングって何か、水だな、ここ浮いた水ね、重いものは沈んで軽い水が浮き上がってくる、ここに水が出てくる、でこれをひしゃくで吸ったりスポンジで吸って、それから打ち継いでくださいと、まあ、そういうようなところ、ポーラスコンクリート、これ、ね、空撃が多いコンクリートとね、水を通しやすい、まあ、そういうようなところがあると、こういうことです。それから次はですね、あの9番のところのね、あの初中コンクリート、これはもう暑いときもね、これはこれ見て分かる、みんな初中コンクリートほらね、初中コンクリート、でこれはどうなるかというと、暑いときだから初中コンクリートなんていうかって、これ覚えなきゃダメ、みんな多分ね、非平均25度を超えるときに打つコンクリートと言いますよと。でこういうときは何入れたかというと遅延剤ね、貫中コンクリートだったら何だった、これは促進剤入れるんだな、ということで遅延剤の永久減衰剤を入れると、まあ、まあそういうようなところで、ここのところは初中コンクリートで整理して、いや初中コンクリートどこが出るかという、ここはだから全部初中コンクリートだから、どれにするかは自分で決めるしかないよ、これはね、だから同じことずっと出てるからね。私が思うのに、今年はこれと、まあ、この辺から見るとほらだいぶ出てきたよ、この打ち重ね時間だな、まあ、この辺とそれから、まあ、やっぱりこれが連続してきてるから3、4年間出てないので、多分この辺りが出るんじゃないかと、これね、この問題と 2.5 時間打ち重ね、初中コンクリートは 2.5 時間ね、まあ、うん、まあ、そういうところでね、整理しておいてくださいということになります。あ、ここね、ちょっと注意しないと、ここだ、動かしたことね、25度以下、ね、の場合はこうですね、2.5 で、これはね、25度超えた場合はこれ2時間になるからね、ここの打ち方にはここのところちょっとあと手伝いを上げるけどね、注意しないといけないよ、多分これ一番下が出るんじゃないかと、ここだな、ほらね、外気温が25度ここだ、こっちだ、今年はこっちだ、ここね、25度を超えるのであれば2時間な、25度以下であれば 2.5 時間、これ読み上げしなきゃ、ここな、ここのところは多分試験の重要なあのポイントですよ、ということで、ちゃんと上がるようになっております。まあ、以上でですね、コンクリート工のですね、重要な考え方 A、B、C ね、ということについて話をしました。A は2本の柱があって、ね、必ず今年は取れる順番を巡りながらやっていきなさい。B、柱が1本の場合は、それは最新の問題と、それからその中のあとは選んでやってください。C の問題は重要項目集を読んでから学習するという形になってきますね。まあ、そういうルールをしっかり整理しておいていただければと思います。じゃあこれでですね、第一分野の説明を終わることにいたしましょう。